リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、もう生放送の方ではね、ちょこちょこ映ってるんですけれども、動画としてご紹介していこうかなと思います。はい、では本題入る前に、皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。はい、ということで本題は、押し入れの中を改造いたしました。という内容でございます。はい、私の押し入れのこの改造としては中に水槽を入れるとかそういう形ではなくて、もう押し入れそもそも上げて掃除自体もね、しやすいような形の改造をいたしました。他の方で、YouTube やられてる方ってね、この中にアクリルとあと木で作ったね、やつをこう入れてっていう形でね、水槽というか、ケージ作ってる人もいるとは思うんですけど、私の場合はちょっと、まあ、低コスト、で、なおかつ掃除もしやすいという形の、切り口で作っていきました。はい、で、外観、まず見ていきましょうか。はい、こんな感じ。まあ、ちょっとドラムがあるんで、ここちょっと邪魔ですけれども。はい、押し入れがあって、押し入れのね、ここに、100均で売っている、これ、まあ、200円なんですけど、その網を、3つつなげて中に入れているという状態です。で、この状態だとね、外に出てこないんで、とりあえずいいかなと思ってっていうところと、押し入れどちらかというと、締め切ったりとか、開いてない状態だと冷えやすいので、まあ、ストーブをね、炊いたりしているときに、内側もね、暖かいようになればいいなというところで、空気の循環ができるような形をとっております。はい。そして、この網はですね、横の部分に、はい、こんな感じ。はい、これ。この、まあ、なんだろう。コンセントとかをね、止めておく、この金属なんですけれども、これにピントが合うな。はい。なんですけれども、それをこう、グッと押してやることで、開くという寸法です。で、こっち側は、内側から外にロックをする形で、実はもう一個下にもありまして、これは、外側から内側へロックをかけるという形になってます。で、これは経年劣化でね、おそらくなんですけれども、金属疲労を起こして、いつかはね、ポロッと折れるとは思うんですけども、100均のものなんで、これをね、あと取ってあげれば、何回でもね、使えるという寸法でございます。これはね、低コストで一番手に入りやすいものなので、そんなロック機構にしております。ちなみにこの状態で今のところ脱走は一度もございません。まあ、頭がね、入らないんですよ、そもそも。うちのサバナモニターのね、頭だと、ここね、頭通らないのと、これ下から上にこう上げようと思っても上がんないんですね。こんな感じで。完全に上に引っかかっちゃうので。はい。なので、開けるとしたら本当に横からじゃないと、こういう形でね。ただそうなんですけど、ロックがかかってるので大丈夫という状態です。はい、じゃあ早速中開けてみていきましょう。はい、シェフィーさんはあそこでね、寝ております。はい、で、地面ですね。まず床面のところから先にお話をしていきましょう。この床面、これは電気毛布です。はい、なので、ほのかに暖かいです。すごい暖かいっていうほどではなくて、全体をね、保温するという、効果として使っております。電気毛布。で、電気毛布がね、ここにこうやって刺さってて、固定できるようにね、テープで固定しております。そして、ここでね、テープ固定して、この外側にね、電気毛布の線が来るようにして、電気毛布がここに。これでね、電気毛布の、温度を管理することができます。はい。で、下にはね、できればあんまりコンセントを引きたくなかったので、1個だけ、このコンセントだけにして、ガリガリしたりとか、噛んでしまったりっていうのがないように、ビニールテープでね、上から補強しております。はい。で、上の方でね、固定する形をとって、ここにコンセントがあって、コンセントは3つ。実はシェフィーさんのいるところにですね、シェフィーごめんね、ちょっとだけ。こんな感じでね、下パネルヒーターが入っております。あ、シェフィーごめんね、ありがとう。で、パネルヒーターが入っていて、もう一個は、スーッと、あそこはバスキングのね、スポットになってるんですけれども、バスキングのライト
ですね、あの UV も UVB もあの両方出せるタイプのやつ あるじゃないですか。1個であの2個使いできるやつね、あれを置いております。はい、であとはここにねスポットライト、これは本当にあのただ中を明るくするためだけのライトですね。はい、変な感じで、このコンセントのこのライトもここで調整ができるようにしております。なので外に出てるんで夜寝るときはこうカチッと。ただね、このバスキングのライトに関しては今日ねあそこでスイッチになるので開ける必要があります。まあ、なのでこれを外に出したんだけど、別に中でも良かったかもねっていう気持ち、どっちにしろあっちはね開けて夜はあの切るっていう形をとってるので、であのサーモスタットであのとか、タイマーで私制御してないので、本当に朝何時に起きてカチッとつけて、で夜何時にカチッと消すっていう形をとっております。はい、大体もうそれがルーティンになってるので私はそれでやっております。はい、とね、まずコンセント周りの話だけで、さっき言ってた床の話に戻りましょう。で、電気毛布があって、あそこのところはシェフィーさんがね、このタオル気に入ってるんですよ、これ。このふわふわタオル。なので、ふわふわタオルを敷いてあげて、その下に、さっき見た通りパネルヒーターが敷いてあるという状態です。で、あそこの角には、水分補給用の水飲み場が置いてあります。あの中、ね、本当は、あれ、あの、レオパの、あの、産卵床のやつで使ってた、タッパなんですけど、うちのレオパちゃんがね、産卵床使わずに産卵をするタイプだったので、タッパ余ったので、あのタッパね、なんか、何て言うんですかね、ひっくり返りにくいタッパだったので、使っております。で、プラスあそこにね、穴があるだけなので、あそこからね、チロチロと飲みやすいかなと思って使っております。ちなみにうちの子は、そこから水の補給ね、してます。はい。なので、ちょっと安心でございます。はい。で、横がですね、バスキングスポット。石が置いてあって、上にバスキングのライトがあって、で、その下だけはね、ちょっと木のウッド調のね、あの、床を置いているっていう形にしてます。プラスね、形にすることで、この、電気毛布のね、角を、こう、なんていうのかな、引っ張って、こう、なんだろう、ホリホリしようとするタイミングがたまにあるので、僕はちょっとホリホリ自体できないように上から重しをしちゃおうみたいな感じにしてます。はい、そんな感じであれも置いております。で、横が水浴び場ですね。はい、でここはちょっと冷たい場所作れたらいいのかなと思って、あれただカラーボックスの板なんですけれども、あのカラーボックスの板の上がね、なんか涼しい場所になればいいなと思って、あのカラーボックスの板自体もなんかヒヤッとしてたんで置きました。あと、その押し入れの床が直でっていうのはね、なんか万が一うんちをしてしまった時とかに汚れちゃうなと思って、なんか隠せたらいいなというだけで置いた、カラーボックスの板でございます。で、横は人工芝が引いてあって、その人工芝の上に、水浴び場があってって感じですね。水浴び場の周りはちょっとうちに余ってたあのウォール用のねステッカーがあったので、あそこ一部分だけなんですけれども、一部分だけ置きました。で、上にね、あの観葉植物の造花ね、ちょこっとだけ置いて、こう遠くから見た時に少しだけおしゃれかなという感じにしております。他がね、どうしてもこうあの押し入れのなんだろう、打ちっぱなしじゃないですけれどもね、あの施工ボードみたいな感じのままになっちゃうので、施工ボードだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃったんですけど、まあその押し入れのね壁がそのまんまなので、本当はちょっといろいろ変えてあげたいなと思うんですけれども、あのウォールステッカーはね、あの貼ってみて、すごい剥がしやすいタイプで壁紙が剥がれるタイプじゃなかったんでよかったんですけども、まあね、なんかそういうのいっぱい探して貼ってくのもとか思ってめんどくさいなって思ったのが私でございます。まあ、そもそもがもう最初から汚れてるんで、この押し入れが。こっから汚れが増えても、そんなに変わんねえかなっていうところで、わざわざなんか隠さなくても、いいかなと思って、こんな感じになりました。ちょっとね、あの、おしゃれ感はね、少し減りますけれども、まあ、おしゃれさよりこの方がね、うまく生活できればなというところでございます。で、上にはですね、あの、うちのシェフィーさん、あの、イラスト描いていただいて、モジャさんっていう方、先日ね、ご紹介させていただいてるんですけれども、そのモジャさんにいただいた、
カンバスボードをですねを、ちょっと許可いただいて、スキャンして、印刷して、飾ることにしました。ただね、置き方が置き方なので花が横にあるので、ね、若干異形感があるんですけども、まあまあまあ私は気に入ってるんでいいとしましょう。あとはその辺にね、なんかちょっと植物を置いてみたり、あと月のライトを置いてみたり、うん、っていう感じでね、ただオブジェクト、特に何の意味もないオブジェクトをね、ちなみに全部家になんか余ってたものです。ただ置いてみたらね、意外とおしゃれなんですよ、こうやって。で、あの観葉植物も余ってたものです。で、あの観葉植物は買いました、あの100均で。なんか一個置きたいなと思って、なんか可愛らしいシェフィーさんっぽいカラーリングというか、シェフィーさんのイメージに近いカラーのお花ないかなと思ってあれにしました。まあ、基本的にね、なんかそのイメージに合うものを置くようにしてます。はい、っていう感じの押し入れ改造でございます。で、もともとね、こっちの方、これね、あの作ってたやつはあの違うケージとしてね、今後使用していきますので、こっちはね、今チラッとだけ見せると、中に、はい、シャドーバースのルナのね、ルナというキャラクターがいるんですけど、あのルナちゃんが持っている、お人形、通称ルナのお友達ぬいぐるみが、ね、今入っていて、ちょっとおトイレがあったりヒーターがあったりっていう感じで、はい、そんな感じで今置いてあります。はい、こっちはね、こっちで、ゆくゆくね、ご紹介何かできればなとは思っております。はい、ということで、押し入れはね、完全にあげました。で、掃除自体も、この子、うんち本当にあそこでするので、もううんち覚えて、ちゃんとね、あそこで、尿酸がね、ありますでしょ？あの、白い塊があれ、尿酸なんですけれども、うんちの方はまだ、ちゃんと、あ、うんちも出てるね。けど、尿酸も、の方がなんか大きく見える感じですけれども、ちゃんとあそこでおトイレもしてくれてるので、いい感じです。で、そう、あそこから水補給されちゃうと、ちょっと汚いお水だなと思うんで、私はここにね、水補給用に置いてます。で、この子はちゃんとここから水飲んでくれるんで、まあ、水補給そのまんましていただければなというところでございます。はい、全体的にそんな感じですね。ほんと、バスキングの場所と、寝床。でね、この子なんか潜って寝るのが好きなんですよ。あの以前のね、ケージ内でもそうだったんですけれども、このハンモックを置いたらハンモックの下で寝るのが好きな子になっちゃって、でなんかもうハンモックを掛け布団のようにしてね、こうやって寝るんですよ。こうやって、でなんかそれはそれで可愛いので、あの入れてあげようと思って、でなんか台を置いてあげようかなと思って、これロゴスのね、キャンプの時の、テーブルでございます。はい、あの今キャンプほとんど行かないんであれなんですけども、あの使ってやろうと思ってここに入れちゃいました。でね、ここにクリップでね、ハンモックをぶら下げてるんですけれども、まあ、見事にあそこでちゃんと寝てますね。はい、なのでね、この調子でここで生活してもらって、でまあそこにね、あのパネルヒーターも引いてるんで、もう寝床としてちゃんと使ってくれておりますね。はい、でまあケージ自体のサイズがね、かなり大きくなったので、まああの全長、あの体長というところですかね、まあ、伸びていくんじゃないかな。今あの体重的には1キロですね、1000グラム超えてはいるんですけれども、体長としては60センチあるかないかぐらいなので、ちょっとこの調子で多分やっていけば体長の方もね、大きくなっていくんじゃないかなと思っております。こんだけ広ければもう修正飼育可能でしょう。はい、っていうところでございます。はい、あとはこの調子で、シェリーさんとね、仲良くやっていきたいと思います。シェフィーさんはね、あの結構もう慣れてきて、あれ置いて、たまーに怒るけど、ほらなんだよっていう顔で見てくるからね、そう気にしないんですよ、もうほらこんな感じで。たまーにテールアタックされますけども、なんか最初慣れてない時のテールアタックに比べると優しいテールアタックです。もう触んなよぐらいな感じの。でももうほんとこういう感じで、まあ、口元触るとちょっと嫌がるけど、嫌がるところを触らなければね、全然ここのね、あの頭の部分が気持ちいいらしくて、よくここをなでなでしております。は
い、そんな感じでございます。うちのねサバンナモニターのシェフィーさんの、お家のご紹介でございました。これからもねあのうちのチャンネルシェフィーさんファンで見てくださってる人が多いので、これからもねシェフィーさんの動画は上げていくといい思いますので、ぜひともこれからもねシェフィーさんの動画、見てあげていただけると嬉しく思います。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらの方のフォローお願いいたします。そして、ね、また過去にもねたくさん動画は上がっておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。ただ過去の動画を見なくても最新の動画を見ればいろんなことがわかるようにっていう形で説明をしながらね動画撮っていっておりますので、全然お時間ない方は新しい動画だけでも見ていってあげてください。はい、ということで以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。